玉川クラシコ勝利おめでとうございます。勝ちましたよ本当に。僕はですね、2階席の、バックスタで見ていたんですけど、まあ、最高でしたね。はい、コハロンにもあったね、もう勝利を分かち合いました。で、コメントを返していきたいと思います。すごくたくさんいただいてるんですよ。3トップにこだわるなら 4-1-2-3 にしてアンカー1人削ってインサイドハーフに宇佐美と柿谷がいいかなと。なるほど、梶山をインサイドハーフにしてもいいかなっていう気はしますね。強いゴールキーパーとフォワードを補強すべきかと思いますと。確かにね、ゴールキーパーとフォワード、まあ、フォワードそうですね。だから他の方が言ってらっしゃるようにですね、イグノという選手を取ってくださいっていう意見がすごく多いんですよ。はい、でイグノっていう選手を平山とトレードっていう風に言っていただいてるんですけど、で次の動画のコメントも返していきますね。プロモーションは設定する週によって効果が発揮される。確かに何も考えないでやってたから今までね。キッズデーは子供の日とか。なるほど、マービーゲーマーさんがおっしゃる通りディフェンスの控えは増やした方がいいんですよ。それもちょっとやりましょう。で矢沢とか宇佐美みたいな若い選手は、レンタルに出した方がいいっていうお話を今いただいてるんですよ。まあ、矢沢とかもねいずれレンタルで出したいと思います。今バニラアイスさんがおっしゃってるようにこれレンタルじゃないや、オファーが来てるんですよ。オファーがこれ久井君もねなんかね10年ぐらい育てれば非常に戦力になるっていうお話はいただいているんですよ。まあでも今お金ないから出しましょうね。とりあえず他にいるし。最後、ソウさん今日誕生日です、祝って。はい、おめでとうございます。いくつになったのかな。ということで今回もやっていきます。面談しておきましょうね。はい、面談。はい、久井くんごめんね、本当申し訳ないね本当に。はい、フェイスペイント。はい、ドラーゴ、シガはもう全然うちより低いので、メンバーはこれです。まあソータンが調子いいのでここでちょっと使ってあげましょう。ただ宇佐美とね東が死んでるんで、まあこれでいきましょうか。いいよ、先制点。ソータン、フィリペがこんなとこまで上がってきてんの。おお、やったフィリペとソータンのワンツーはおかしいでしょ、ポジション的にも。ね、ガンバに 3-0 で負けたじゃないですか先週。でまあ、僕は見に行ってたわけですけど、あのね、昨日っていうか、まあ、玉川クラシコですよ、最高でしたね、本当に。もう3対0で勝って、でまあ、その前のルヴァンカップも非常にね、6対0っていうとんでもない大差で勝ててですね、もう非常に素晴らしい。なんか喋ってたら2対0になってる、素晴らしい。オッケーオッケーオッケー、後半このまま行きましょう。はい、戦え俺の東京。あ、柿谷がなんで右サイドにいんの。おお、それシュートだったの。でもちょっといいんじゃないですか、盤石の体勢でこれ勝ててる気がするけど。あ、やばい、これで抑えたら交代する。うわ、おお奇跡交代しよう。これ徳さんだよね、徳さんがなんでそこにいんの。柿谷素晴らしい。ちょっと経験積ませるために若いの入れとこう、矢沢とかね。いいんじゃないこれで、あわよくば追加点。
クリーンシートで終えたいよ。クリーンシートで。素晴らしいね、ゴンちゃん。ゴンダ選手は成長するっていう、垂れ込みもいただきましたよ。やばい。ブーイングされた。これはまずいんじゃない?夢のく、おー、オッケーオッケーオッケー。素晴らしい。もうこれ、3-0 ってそういうことでしょ、これ。オッケー、徐々にね、まあ、神戸が8勝1分け3敗なんですよ。だからまだ6勝1分け5敗でしょ。まだまだまだ全然まだいける。はいはい、オッケー。5000万も入ってきた。スタメンも変えとこう。ソータンが今度、うわ、ソータンがそういうことになってんの今度。こうですね、こんなのがいいね。次は福岡。福岡は14位、5勝4分け3敗。オッケーオッケー、いくよ。先制点、やばい。え、誰もいないじゃん、ディフェンス。ゴンダ、おお、素晴らしい。キラリンしてたの止めたのは素晴らしいんじゃない。全然ハイライトない、全然ハイライトがない。え、全然ハイライトがない。あ、いい位置じゃないこれ。え、平山の直接、おお、平山、平山が直接狙って、国見だからね、頼む。いいよ。横にずらすかな?はい。ワンツー。素晴らしい。平山。似てないけど。いいよ、いいよ。これで決めたら交代する。平山。おお、素晴らしい。やっぱ平山なんです。皆さんのおっしゃる通り、平山をスタメンに置いた方がいいっていう、このパターンね。似てないけど。サイドバックが疲れてるな。大丈夫かな。右に展開して、おー待って、3-0 3-0 の流れが来てる。リアル同様。フィリペ、黒いね、とにかく。いいよ、ロングボール。え、米本、惜しい。もう一個まだあるよ。おう、オッケー。うわ、盤石。え、急に勝ってきてるじゃん。これでも10位、今7勝ですから。あるね、これまだ全然。お、あるある。まだ全然ある。ソータンは相変わらずスランプ。ベルマーレ、湘南は7勝2分け4敗。うちが勝ったら抜くね、勝ち点。いきましょう。負けるわけいかん。頼むよ、本当ここ勝負どころ。ちょっと止めて、止めて、フィリペ。うわ、やばい、キラリンしてる。ゴンちゃん、ゴンちゃん、おー、ナイス。誰だ今の。磯野か、磯野がクリアしたのか。いいよ。あ、米本のこのキラーパスね、キラーパス。すごい、すごい展開、すごい展開。うわ、惜しい。先制したいけどな。あー、オッケーオッケーオッケー、一
行きましょう、そのまま。先生、先生お願い、頼む、キラーパス、米本のキラーパスが発動しますね、やたら。おお、すごい平山手叩いとるわ、手パチ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 。あ、まずい、ゴンダシン頼む、ナイス、真正面、オッケー。もうあのオーバートレーニング症候群にならないようにだけね、ちゃんと休養取っていきますから。あ、惜しい、これもうでも時間ないでしょ、もう勝てる勝てる、やばい、交代して時間使えばよかった。すごい、ペナルティーエリアなんでそんなスライディング、おお、ナイス、キャッチ、その距離、うわ、いや、ちょっと待って、急に来てるじゃん、これで7位、来てますね、勝ち点差トップと6、ユース選手覚醒、米山が覚醒してます、スカウトリスト更新、 OK、 見とこう。森重学選手終えた、オッケーオッケー、まず覚醒練習を誰かにやります。徳永、米本、梶山、平山、米行っとこうか、米ちっちゃ、次勝てば4連勝、4連勝どころじゃないか、前回も勝ってるもんね。サガン、トス、トスは4位、8勝3分け3敗、負けらんねえ。マッシモフィッカデンティかな、違うか、止めて、あぶねえ、ギリ、東京東京東京、頼むよ、なお、あ、ちょっとハイライト、ちょっと注目画面に移って、あ、あ、いいんじゃない、フィリピがそこにいるから、ソータ、フィリペ、平山ソータ、お、フィリペとさ、フィリペはさ、フィリペはよくその前線に顔出すけど、そういう感じの選手なの？このままいきます、戦え俺の東京、今日も勝利を信じて、弾けよう飛びた球、頑張れ、負けるわけ、うわー、それはすごいシュート、誰、豊田、やっぱりな、髪の毛長いけど、昔はね、あのゴムやって髪の毛長かったですから、マジいな、ちょっと頼む、ほらフィリペがまたほら攻撃参加してる、で米本からクロス、うわ、止めんのんかい、あ、やばい、これ豊田、トヨタか、やめて、オッケー、頼む、やい、マジで、うわ、あぶねえやば、あ、あ、おお、あしか言えん、うわ、同点か、まあまあ平山がカバーしたんだ最後、まあまあいいですよ、まあしょうがないね、しょうがないしょうがない、同点はまあまあまあ、ちょっとこいついいですよね、なかなか、ちょっとこいつはどうしようかな、
まだちょっと皆さん力、これ4週だから次の動画の時にも多分まだいるとは思うんで、ギリその時に撮った方がいいか撮らない方がいいか教えてください。富山は10位。うわ負けらんね。やばいやばい、危ねえ、飛ばしちゃったよ。オッケーオッケー、徳さん、あー惜しい。徳さんがなんで左にいたのか分かんないけど、ちょっと頼む、全然ちょっと先制点、あまずいですねこれ。すぐハーフタイムになっちゃった。オッケー、なおから生まれるんだよチャンスは。落として、その落としてミドルシュートが多いなこの試合。あオッケー、これで点決めたら変える、選手変えるから頼む。何してんだもん、交代しましょうか。オッケーオッケー、徳さんいいボール、いいボール、ほらまだある、まだある、まだある、ないか。えそのまませ、あびっくりした、もう時間ないよ、ラストチャンスだよ。またミドルシュート、もうそのミドルシュートばっかでやってきて、うわー、まあ負けなかったけどさ、ホームゲームだから、まあ、ポンチョって言っても全然、横浜うわ上位だね、5位にいるじゃん、これ勝たなきゃダメ、マジで本当死に物狂いで。そう宇佐美、柿谷光ってる、宇佐美がいい展開だよ。おお宇佐美日本代表選ばれたでしょ、追加点追加点。徳さんの右の駆け上がりがね、いやおおすごい宇佐美ヘディングで決めた。もう前半のうちに 3-0 になった、もうそれはすごいでしょ本当に。危ねえ、なおの、うわなお、うわそこで打てればな、なおそこで打てれば。いやいいですね、攻めてるね、平山がサイドでもらって、はいそこで米本、おお素晴らしい、宇佐美じゃクリーンシートでいこう、クリーンシートで。そんなことある、そんなことある何それ何今のビリヤードみたいなことになってたけど、オッケーこれでいこう、もあくまで得点を取っていく。クリーンシートで、クリーンシートで、梶山頑張れ、あまずい、キラリン言った、あやばい、ゴンちゃん、ああ素晴らしいね、フィリペ攻められてるね、やっぱ交代した瞬間攻められるシステム。オッケー、学ぶ1点ぐらい決めてきたらどう、あえやばい、これは入ったね、おおすごい、徳さんがすごいさすが
さすがロンドンオリンピックオーバーエイジ。うわ、ぶち込まれた。カイオでしょ。まあ勝ち勝ち、もう勝ちですよ。オッケーオッケー。負けなかったね、6試合。今回は6試合負けませんでした。はい、7位ね、7位。トスに勝ってればな。ベストイレブン選ばれてますか？負けてないよ。徳永が左サイドバックで選ばれてる。はい、700まで たまってきましたね。6月、田辺ソトのスランプから脱出、不満がある。ソータにドラゴン違うから、オッケー。あ、センターバックコンバート終わった。オッケーオッケー。ということで今現在はですね、7位までなんとか来た。で、2位との勝ち点差が2なので、これはまあなんとか団子状態の中には加わっているかなって気はします。おすすめ選手とかおすすめ配置とか、今のこのシステムがこういう状況なんですけど、どんどんご意見ください。またお会いしましょう。